はい、セブンミニッツトーク、ボビーです。こんにちは、ボビーです。はじめまして、皆さん。はじめまして。ご無沙汰です。いや、じゃあ水を。水どうぞ。コロナ禍の中ね。コロナ禍の中ね、今、カフェで注文したんで。そうですね。マスキングはオフにしましたけど。マスキングはオフ。はい、ちゃんと体温測って測ってます。来ましたからね。そうです。入り口で、はい、大丈夫です。うん、ということで、元気でした。久しぶりです。久しぶりですね。久しぶりですね。セブンミニッツトークを呼んでいただいてありがとうございます。うまいね。呼んだっていうか本当にいきなり来ちゃったんですけど、僕は。いやー。どうしたんですか？ちょっと家出してきました。九州から。大分から今。大分から。突然来ました。いや、連絡来たんで、一人で来てるか、ファミリーで来てるかもわかんない状況で、今、ここに来まして。あ、そういうことだったんですもんね。どちらかというと。一人で来ました。あ、そうなんですね。まあそれで、まあもう一回戻ってきたいんですよね。信州に。信州に。それで、物件探しに来ました。物件探しと、まあ一応ね、子供もいるということで、まあそういう小学校事情なんか。あ、はいはいはい。それで、役所に。そうです。役所に行ったんですけど、やっぱりいいですよね、信州の空気が。うん、子育てには。子育てにはね、いいっすよね。最高ですけどね。できますしね。こんなトークでいいんですか？では、いいんじゃないですかね。いいんですかね。はい。ありがとうございます。どうぞ。あとは葉っぱが、いい感じで、いいです。ありがとうございます。どうぞ。ローズすごいですよ。これ見せた方がいいんじゃないですか。そうですね。ローズいいですね。じゃあ注ぎます。こういうドラマあったらしいじゃないですか。相棒かよ。ありがとうございます。お願いします。カモミールね、あっち。じゃあちょっとこの辺で、この辺に行かないとね、ナイスですよね。もう上手ですね。あっち、あっち、失礼失礼。はい、どうぞ。お願いします。はい、ハチミツもある。じゃあ乾杯しましょう。ファイト、それファイトもある。お疲れ様です。せっかく開けましたね。開けましたね。いや本当に、いきなりトーク取るぞって言われたんで、いいですよね。そういうファイトスタイル。そういうスタイルなんで、基本的に、ね。これはどんな人が見るんですかね。いや、もう太くて出すですね。いいですね。まあ、誰、まあな、世界中の人に。いいですね。はい。まあ基本的に、ブラジル語に翻訳されて、世界配信になっていくんですね。ブラジル語だけな、はい。英語じゃなくて。英語じゃなくて、そうですね。イタリア語。イタリア語とか。はい。なんか自動で勝手にね。こっちじゃないですかね、メイン。ああ、でもこれ、すごいですね、この。勝手に、はい、スタビライザーなんで。すごい。大分にいたからこんなびっくりしてますよ今。ローズが飲む。美味しいですね。大分どうですか。大分はまあすごい田舎で、いいっちゃいいんですけど、やっぱりこっちにいた人間としては夏が暑すぎますね。夏の暑さ。そこはね、冬はね。冬は中途半端に寒いっていう感じで、やっぱり空気の良さ、標高、太陽の熱
暖かさ、なんていうんですかね、標高が高い分太陽が刺さるこの気持ちよさっていうんですかね、それがこっちに来てすぐ感じました。ああ、ね、肌が覚えていた、覚えてました、健康に絶対いいですよね、こっちが。まあね、大分、まあ大分でまあいいんですけど、例えば田んぼが畑ができる期間が長いんですよね、こっちに比べて、こっちはもう極端状態で、まあね、今から育てるなんてなかなか難しいけど、ちょっと冬はビニールハウスないですよね、厳しいですね、そこはね、良かったですね、いいです。大分はまあそういうやっぱり飢え死にしにくい場所ですよね、南国っていうのは、何かしら育つ、今の日本でまあね、飢え死にはなかなかしないですね、しにくいですけどね、飢え死にしにくい場所ですっていう売りにしてもいいぐらい、してもいいぐらい、あの二毛作とかできそう、できます。この時期から大麦育てますからね、うちの下の畑に真冬で大麦が育つなと、まあ、大麦ってなんかそういうビールとかに使うらしいんですけど、まあそういう生ぬるさがありますよね、死なないっていう、バカンスにはいいですよね、良さそうですね、まあ、でもやっぱりあのハリキューの鍼灸師としての立場からしても、暑さと湿度っていうんですかね、あれは体に良くないと思います。大分の人に怒られちゃったら不可抗力だから、そのやっぱり住む場所、毛穴とかがでも開いて、いいっちゃいいんですけど、針刺しやすくなる、あ、7分だった時間ですね、だいたい7分ってね、あっという間ですね、話の途中なんですよ、ちょっとまあ恒例で締めましょう、一回ね、締まるところまでちょっとやってもらって、まあそういうことで大分の人、大分が嫌だって言ってるわけじゃなくて、あのやっぱりあれですね、あの相性はありますよ、相性個人、僕ね、あの、山口県生まれなんで実は関西好きなんですよ。ああそうですよね、近い、大分近いですしね、話止まんないから次回はその山口と大分の関係について、関係についてじゃあ次回話すかもしれません、はい、じゃあ、はい、See you next time、 ありがとうございました。